川田隆平君、丸川大臣の原発事故被害者を愚弄する発言について再度伺います ICRP が採用する直線域地なしモデルは工学的根拠がないと考えているんでしょうか丸川環境大臣ご指摘の直線域地なしモデル LNT モデルについては ICRP2007 年勧告において 約100ミリシーベルトを下回る線量においては、ある一定の線量の増加はそれに正比例して、放射線菌因の発がん、または遺伝性影響の確率の増加を生じるであろうという仮定である直線基地なしモデルに根拠を置いて勧告を行ったと認識しております。 平成23年12月に取りまとめられた低線量被曝のリスク関連に関するワーキンググループの報告書において、この直線液地なしモデルについては、科学的に証明された真実として受け入れられているのではなく、科学的な不確かさを補う観点から、公衆衛生上の安全サイドに立った判断として採用されていると指摘されております。ですので、LNT モデルを裏付けるエビデンスはございませんが、専門家が科学的に議論したという意味において、科学的であると考えております。 川田龍英君20から100ミリシーベルトの発言部分は、緊急時被爆状況の参考レベルを除染の基準と勘違いした明確な誤りと認めますか丸川環境大臣。 平成23年11月11日に出されております特措法の基本方針の除染等の措置に関する基本的事項の基本的考え方の中で、追加被爆線量が年間20ミリシーベルト以上である地域については、当該地域を段階的かつ迅速に縮小することを目指すものとするとなっております。これを私は、追加被爆線量、 年20ミリシーベルト以上の地域の除染の目標として、まず20ミリシーベルトを目指す。 と理解をししておりました正しくは、除染だけで達成できるわけではないけれども、年間の追加被ばく量が20ミリシーベルト以上の地域が縮小することを目指していくということでございました。また、現存被爆状況と市町村除線の話をしているところについては、私はこの緊急被爆状況と現存被爆状況についての2種類の参考レベルの範囲についての説明を挟まなければならなかったところ、そ,その説明が飛んでおりましたので、撤回をさせていただいた次第 です私が申し上げたかったのは、20ミリシーベルト、 を避難指示解除の要件とした一方で、解除の範囲を決めるプロセスで5ミリシーベルトから、すみません、解除じゃない、除染の範囲ですね、市町村除染の範囲を決めるプロセスで、5ミリシーベルトから1ミリシーベルトという数字の変更があり、結果として長期目標である追加爆曝量年間1ミリシーベルトがあたかも除染のみによって達成されなければならない、あるいは除染等により1ミリシーベルト以下にならなければ帰還できないという誤解を招いているということです。 川田平君公衆基準で国、公衆の被爆限度が、国際基準で公衆の被爆限度が年間1ミリとされていることは認めますか丸川環境大臣。 ICRP が2007年勧告において、計画被爆状況、これは宣言が完了できる状況の中で、その区域外に対しての公衆における被爆の占領に関しての目安でございますが、この計画被爆状況における公衆被曝に対しては、限度は年1ミリシーベルトとして評されるべきであると勧告をしており、これは1990年勧告より引き続いての勧告であると認識をしております。また福島県においては現存被爆 状況が適用される状況にあると理解をしております川田隆平君周辺監視区域の線量限度や排気排水の濃度などの規制値はこの国際技術に基づいて定めないと思うと認めますでしょうか丸川環境大臣実用発電用原子炉施設の周辺監視区域にかかる線量限度や排気排水の濃度限度については 国際放射線防護委員会の勧告等を踏まえ、設定されているものと理解をしております。具体的には施設からの廃棄または排水に含まれる放射性物質による追加的な影響が、施設の周辺監視区域外において、実行線量で年間1ミリシーベルト相当を超えないように定められているものと承知をしております川田龍英君国際環境疫学会からの所管にはいつ返信されますか。 丸川環境大臣国際環境疫学会の会長から書簡が届いていることについては承知をしております今回の書簡も含めて <laughs> すみません 学術団体等から寄せられる意見や提案などについては、個別に返信することはせず、適宜担当者において、業務の参考とさせていただいているところです。今回の所管にある福島県,県民の健康を科学的に記録、追跡し、そのリスクをよりよく理解・評価する取り組みについては、福島県の県民健康調整や健康不安対策などを通して、すでに行われておると承知をしております。 田隆平君この1月に出ましたルポ母子避難という岩波新書、これ、大臣、読みましたでしょうか、丸川大臣丸川環境大臣、読読んだだかかまないかだけまだ読んでおりません。 は丸川大臣、この間、大変勉強されたと思います、ぜひあのこのルポー母子避難もぜひお読みいただいて、岩波新書はあのいろいろ新書出てますけれども、一番構成が厳しいと言われていますので、まあ、ぜひこの岩波新書、ルポー母子避難、消されゆく原発事故被害者、政府はこの母と子を守らなかったと、こぜひ読んでいただいて、どんな思いで。 このお母さんたちが子供を守るために避難を必死の思いでしているのかということをぜひ理解していただきたいと思いますよろしくお願いいたしますぜひお読みくださいよろしくお願いします